俺のクラスには学校一の美人と評判の女子がいる。彼女の名前は朝倉静子。美人で運動神経が良く、勉強までできるアニメに出てきそうな完璧超人。そんな朝倉とは高校1年の時から同じクラスだが、2年の秋になった今でも一言も話したことがない。そもそも朝倉が誰かと親しく話している姿は見たことがない。以前は朝倉目当ての男子たちがちょくちょくちょっかいをかけていたが、結構ですとか間に合ってますという感じで軽くあしらわれていた。それでついたあだ名が氷の女王だとか。このあだ名つけたやつ絶対オタクだろ。こういうの好きだけど、とにもかくにも同じクラスという程度でほとんど接点がない。俺にとってはまるで雲の上のような存在だ。これからも朝倉と関わることなんてないんだろうな、なんて思っていた矢先、学校が休みの日曜日、家にこもってゲームをしていたところインターホンが鳴った。誰だろうと思って出てみると、こんにちは。朝倉静子が玄関の前に立っていた。俺はゆっくり玄関を閉めた。直後インターホンを鳴らされたので、もう一度玄関を開ける。あの、なんで閉めたんですか？いや、幻覚かと思って。ちゃんと現実です。なるほど。俺は状況が飲み込めず、頭からつま先まで朝倉をじっくり見ていると、彼女が大荷物を持っていることに気づいた。なんでここにいるんだ？何も聞いてないんですか？ご両親には前もって伝わっているはずですが。両親？そういえば3日前くらいから急に旅行でいなくなったんだけど、何か関係が？そう尋ねると朝倉は、何も聞いていないんですね、とため息を吐いた。それじゃあ私の口から説明するので、上がらせてもらっても？ああ、どうぞ。すみません、お邪魔します。朝倉はそう言って行儀よくお辞儀して玄関の中へ入るのだった。数分後、あ、で、当然朝倉と。俺は朝倉から知らされたことに驚きを隠せず声を荒げた。はい、実は私の両親と柴田君のご両親は地域の中でして、私と柴田君は許嫁らしいんです。俺と朝倉が許嫁か。それでなんで同棲？古くから朝倉家に伝わるしきたりで、許嫁が結婚適齢期を迎える時期に1年間同棲して親密な関係を築かなければならないらしく。なんじゃそりゃ。そういうわけで先ほど実家を追い出されまして、もうここへ来るしか。あのお荷物はそういう、というか朝倉家厳しすぎだろ。娘を追い出すって何考えてんだ。あと、うちの者が手を回したみたいで、ご両親は海外旅行で帰ってこないので、しばらく二人きりになるみたいです。用意周到かよ。一体朝倉家は何者なんだ。俺は額に手を当てた。朝倉は申し訳なさそうに眉尻を下げて口を開く。ご迷惑なのは承知しています。しかし私は実家から追い出されて帰る家もないため、できればしばらく柴田君の家に泊めていただけないかと。もちろん家事や炊事、洗濯は私がやりますから。いや、まあ別にいいんだけどさ、なんか俺が知らないとこで話も進んでるみたいだし、それはいいとして、それより朝倉はいいわけ？俺とよくわからないうちに許嫁とかにされて、それに男と二人きりで同棲だよ。それは私はずっと前から知ってましたし、柴田君なら別に嫌じゃないですから。え、そうなの？まあ朝倉がいいならしばらくよろしく。はい、お願いします。こうして俺はある日突然朝倉と同棲することになった。とりあえずこの部屋適当に使ってくれていいから。ありがとうございます。にしても朝倉も大変だな。しきたりとかなんかよくわからないけど、家から追い出されるなんて。いえ、古くから続いているものなので、祖母や母、姉もやったことがあって、話だけは聞いていましたし。それより昼食がまだでしたら私が作りますよ。先にそのお荷物を何とかした方がよくないか？いえ、大丈夫です。
何か食べたいものはありますか？あ、じゃあオムライス。わかりました、キッチンお借りしますね。あ、うん。俺は頭を結びながらキッチンに向かう朝倉の後ろ姿を眺めつつ、俺本当に今日から朝倉と同棲するのか。ほぼ話したこともない同じクラスの女子、しかも二人きりで。俺は変な想像をする前に頭を振ってキッチンに向かった。それからしばらくして朝倉の作ってくれたオムライスを一緒に食べることに。どうですか？うまい。お口に合ったようでよかったです。でもなんでケチャップがハートなの？それはそのいい名付けですし、その方がいいかなと。ああ、そういえば俺と朝倉っていい名付けなんだっけ？忘れてた。もう忘れないでください。いや、俺と朝倉がいい名付けだったことも衝撃的だったけど、それより朝倉と同棲することの方が衝撃的で、つい俺は朝倉が用意してくれたお茶をすすって続ける。朝倉っていつから俺がいい名付けって知ってたんだ？子供の頃からです。あ、じゃあ昔から俺のことは知ってたのか？はい、子供の頃から君のお嫁さんになるよう言われてました。そんなことを言われるとちょっとドキドキするな。でも言い名付けって俺らの親が勝手に決めただけなんだよな。柴田君は私と言い名付けは嫌ですか？嫌っていうか正直混乱してる。いきなり言われても理解に時間がかかる。俺頭はいい方じゃないし。そうですか？でも柴田君のテストの点数って上から数えた方が早い順位ですよね。まあそこそこには勉強してるから。てかなんで俺のテストの点数知ってるんだ？別に柴田君のことが気になって目で追ってたとかそんなことありませんからね。あ、はい、そうですか。まあ自分の言い名付けがどんな男が気になったのだろう、多分。あ、夕飯はどうしますか？リクエストがあればどうぞ。リクエストか。ちなみに朝倉ってどんな料理が作れるんだ？大抵のものは作れますよ。母に叩き込まれましたので。朝倉家めっちゃ厳しそう。確かに厳しいところはありますが、それは愛あっての厳しさですから。それに私は厳しい母を尊敬していますし。ふん、なんか朝倉が完璧超人な理由がわかったよ。完璧超人なんてそんな。母に比べたら私なんてまだまだです。朝倉よりすごいってお前の母ちゃん何者なんだよ。母のように手裏剣が百発百中で当てられませんし。忍者か。冗談ですよ。朝倉はそう言ってクスクス笑った。普段教室で本を読んでいるだけで笑うことなんてなかったから、突然の笑顔に意表をつかれた。顔が赤いですがどうかしましたか？なんでもない。顔がいいっていうのはそれだけでずるい。ちょっと笑顔を見せられただけでポロッと朝倉のことが好きになるところだった。その日の夜は朝倉お手製の唐揚げを食べて満足して寝た。そして翌日の朝。起きてください、朝ですよ。朝倉、なんでここに？もう忘れちゃったんですか？昨日から同棲を始めたんじゃないですか？ああ、そういえば。顔洗ってください、もう朝ごはんできてますよ。うん。朝倉はにっこり笑うと俺の部屋から出て行った。女子に起こしてもらうのって最高だな。俺は朝からテンションが上がった。その後、朝倉の用意してくれた朝ごはんを食べて一緒に学校へ行くことに。誰かと一緒に登校するなんて初めてです。ああ、朝倉友達少なそうだもんな。ひどいです。あ、悪い。事実でも言っていいことと悪いことってありますよね。事実なのは認めちゃうんだ。昔から私に近づく人たちって下心のある男の子とか私にあやかろうとする女の子ばっかりだったので、人を疑ってみるようになってしまって。なるほど、すっかり疑心暗鬼になったと。そこまでひどくはないですけど。あ、じゃあ俺はどうなんだ？それは恥ずかしくて言えません。朝倉はぷいっと顔を背けるとそのままスタスタと先を歩いていってしまった。俺はどういう意味かわからず首をかしげた。
それから俺と朝倉が一緒に登校してきたことが校内で噂になって、ちょっと肩身が狭くなった放課後。一緒に帰りませんか？という朝倉の発言によって、クラスのみならず学校全体が騒然となったことは言うまでもない。なんだか今日はやけに騒がしかったですね。ど天然かよ、お前のせいだからな。家に帰った後は手分けして家事をすることにした。朝倉がキッチンで夕食の準備をしている最中に、俺は洗濯物を洗濯機に突っ込む。すると洗濯物の中に明らかに見たことのないものが混じっていた。ひょっとしてこれは、いいかいいか、変なことを考える前に洗濯機へ放り込んでしまおう。いや待て、果たして本当に俺のものと朝倉のものを一緒に洗濯していいものなのだろうか。俺は少し考えて一応朝倉に聞いてみることに。なあ朝倉、俺とお前の洗濯物は一緒に洗濯してもいいのか？え、もちろん構いま…あとここで朝倉が何かに気がついたのか、包丁を持った手を止めた。あの、見ましたか？結構派手なデザインだよな。包丁持ったままこっちに来るなよ、怖い怖い。そんな感じの事件もありつつ、夕食を一緒に済ませた俺たちはお茶をすすりながら人心地ついていた。はあ、昨日今日過ごしてみて、なんとか同棲生活はやっていけそうだな。そうですね。あ、洗濯はこれから私はやるので。はいはい。それにしてもこれが氷の女王ね。え、何？いや、氷の女王になんて大行なあだ名がついてるから、もっと冷たいやつなんだと思ってたんだけどさ、朝倉って可愛いし照れ屋だし氷の女王に似合わないよなって。そのあだ名はやめてください、恥ずかしい。俺は恥ずかしがっている朝倉に苦笑しつつ、そういえばと口を開く。俺と朝倉って言い名付けなんだよな。え、そうですけど。つまりこのまま何もしなかったら結婚とかって話になるのかな？それは、その、柴田くんが嫌じゃなければそういう話になりますね。柴田くんは私と結婚するの嫌ですか？いや、むしろ朝倉の方こそいいのか？俺としてはこんな美人で何でもできる嫁がいたら最高だけどさ。昨日も言いましたが、柴田くんなら嫌じゃありません。あ、いえ、はっきり言います。朝倉はそう言って居住まいを正すと、私は柴田くんのことが好きなんです。だから同棲も結婚も全然嫌じゃないんです。え？俺は突然の告白に頭が真っ白になった。そんな好きだなんて今まで話したこともないのに。柴田くんは覚えてないかもしれませんが、私たち昔会ったことがあるんですよ。え、そうなの？はい。ひどいですよね、あの時結婚の約束までしたのに私のこと忘れているなんて。そうだったのか、悪い。別にいいですよ、これは私の一方的な思いなんですから。でももし柴田くんが嫌じゃなければ、このまま私と。なんか気まずい。俺はこの空気を変えようとわざとらしく咳払いする。まあとにかく朝倉がいいなら、そのこれからもよろしくな。はい。こうして俺と朝倉の同棲生活は続いていくこととなるわけだが、まさか他にも俺に稲漬けがいたなんてこの時は誰も思わなかった。おまけ、最後ハーレムモノっぽい感じで締めてみたんだけど、どう？くだらないこと言ってないで早く学校に行く準備してください。はい。それに柴田くんがハーレム主人公になったら困ります。あ、何か言った？いいえ、何も。柴田くんにはハーレム主人公よりも難聴系主人公の方が似合ってますよ。あ、